どうも、しょうやです。今回は私が投稿しているサバイバルシリーズでね、作ってみたアイアンゴーレムトラップの作り方を紹介していきたいと思います。コンセプトはゲームの初期段階での建築にね、適したサイズを維持しながら、最もめんどくさい工程になる村人とゾンビの搬入をできるだけ簡単になるようにいたしました。少量の鉄と金さえ手に入れればね、必要素材のほとんどがゲーム序盤で簡単に手に入れるものばかりですので、最速ならね、ゲーム内3日目、4日目とかでもね、簡単に建築できるはずです。装飾してある方が、コンセプトモデルでございます。隣にあるタイプが、無駄なブロックを、全部取っ払った最小モデルだと思ってください。トラップのスペックはね、一気完結の独立型になりますので、鉄のインゴットが毎時250個ほど、だいたい4スタックくらいではないでしょうか。あとで、もうちょっと鉄欲しいなと思ったらですね、1機目の16マス離した、上や上空ですね、横にね、追加で同じものを立てていただければ、2機で毎時約500個、3機で約750個となります。ちょっとね、規模の大きなトラップでは、毎時3000とかね、8000とか、目指せると思いますけれども、ソロプレイではそこまでいらんかなというのが正直なところでございます。自己満足の世界なので、好きな方はね、もちろんそっちの大型タイプ、どんどん挑戦していただいて結構だと思いますが、今回ご紹介するタイプはね、あくまで序盤型って考えていただければと思います。立て始める前に確認していただくこと3つございます。まず1つ目、プラットフォームとゲームのバージョンですね。動作確認をいたしましたのは PC Java 版となります。詳しくないので確証はございませんが、統合版では仕様が大きく異なるため動作しないと思われます。Java 版の推奨バージョンは 1.16 以上となります。そして2つ目、村人とね、ゴーレムの仕様についてよくわかんないよという方はね、建築予定地の周囲32マス以内に村人の無限増殖器がないことを確認してください。設置している高さがそれぞれ10マスとかね、ずれている場合は32マス以内でも安心ですが、仕様について詳しくないよという方は32マスは最低キープして建築してください。近すぎるとね、増殖器の方動かなくなってしまいます。お気をつけください。最後に3つ目、ガードマンやね、お友達としてゴーレムを飼っている方いらっしゃると思います。建築予定地の地下、地上、上空もね、含めた周囲16マス以内にお散歩ゴーレムさんがいないことを確認してください。もしね、ふらふら遊びに来てくれた場合、ゴーレムトラップが停止しちゃいます。さて、次にですね、必要素材まとめておきました。動画をストップしていただくなりしてご利用ください。必要個数は作り方を実際にね、紹介するシンプルバージョン準拠です。こんなことをお伝えするまでもございませんが、各アイテムは10個くらいずつね、多めに持っていっていただくと、建築中にミス配置しちゃって、壊したら下に落ちていっちゃったみたいな時ありますよね。そういう時でもスムーズに対処ができると思います。さあ、建築始めちゃいましょうか。まず建築予定地に 7×7 の正方形をマーキングしておいてください。画面中央部ですね、各四隅から7マスの距離まで、地面の形が平らになるように整地しておきます。今回のトラップは高さを抑えるためにギリギリで設計してあります。なのでこの白い大外のね、コンクリートのエリア内で、地面から、こんな風にはみ出しているブロックがあると、その上でゴーレムが湧いてしまう可能性があります。はみ出しているブロックは撤去していただくか、そのブロックの上にカーペット、間圧板、下付きのハーフブロックなどを置いて湧き潰しを行ってください。湧き潰し処理を行えば、地面の高さに立てることも可能ですし、ネザーやエンドに立てても、稼働します。建築するのに最もおすすめな場所はスポーンチャンクというエリアになります。こちらに建築すればプレイヤーが付近にいなくても、たとえ他のディメンションにいたとしても、ゲームに入っていさえすれば24時間稼働し続けます。こちらの見つけ方がわからないよという方は、Google 先生にスポーンチャンク探し方とでも聞いてみてください。その他のエリアに建築しても稼働はいたしますが、ゴーレムトラップがあるチャンクが読み込まれていないと、つまり、プレイヤーがそのエリアを離れてしまうとですね、時間が凍結状態となってですね、
その間稼働は停止してしまうと思ってください。チャンクローダーというマシンを作ると回避可能ですが、動画は極めて長くなるのでこちらも割愛いたします。英語が雰囲気でわかる方は Google 先生にパーマローダーマインクラフトと打ち込んで動画を探してみてください。他にはシンプルにチャンクローダーマインクラフトとか打ってもヒットするはずです。バージョンが違うと動かない可能性があります。1.16 プラスみたいな表記が題名や概要欄にあることを必ず確認してください。整地が終わったら 7×7 でマーキングしてもらった右下の内側ブロックから数えて7マス目の高さに 5×6 の長方形を作ります。手前側の角っこ2マス削っちゃって OK です。次に奥側の角のブロックの上に高さ3マスの柱を2本立てます。ベッドを置いちゃいましょう。ベッドの向きに気をつけてください。枕の方向が手前から奥側に向くように3つ並べて設置します。今回壁はガラスブロックで中が見えるようにしたいと思います。外側に2マスの高さで壁を設置していきます。ベッドの上にもきっちり重なるようにガラスブロックを置いていきます。村人の搬入時に逃げ出さないように奥側1マス手前も壁にしておきます。 2×3 の小さなエリアができたはずです。次はこちらに村人を3名搬入していきます。さあ、一番めんどくさい村人とゾンビの搬入の部分です。これが終わればもうスムーズにいくと思います。頑張ってください。村人の搬入はね、方法いくつかあると思います。一番まあ安定してるのはね、トロッコに乗せて、村人をここまで連れてくるというのが一番まあ楽ちんかなと思います。夜間にですね、村人がベッドに入るという習性を利用して自走してね、来てもらう階段みたいなのを作ってね、そういう方法もありますけれども、多分ね、近くにゾンビさん待機させてると思うんで、あんまりうまく動いてくれないと思うのが私の予想。結局私サバイバルの方ではトロッコで連れてきました。自走させてる、連れてくる場合はですね、ゾンビさんよりも先に村人を入れるようにしましょう。今回はクリエイティブなので、このね、スポーンエッグを使って入れてしまいますが、皆さんもちょっと頭を使ってね、入れていただければと思います。なのでこの 2×3 の小さいエリアに 1,2,3 名、連れてきてあげてください。無職の村人でも OK です。どの村人でも構いません。職業ブロックは 1.16 から必要なくなりました。さあ、次はゾンビの搬入です。ゾンビの搬入のためにね、ちょっと離れたりして24マスぐらい距離を取っちゃうと、ここでモンスター湧いちゃうかもしれません、夜間はね。なので必ず忘れないようにトーチ置いといてください、1本ね。で、そしたらですね、ゾンビ連れてくるんですけれども、まずいてもらうところ作りましょう。2本の柱立てていただいたと思います。その真ん中のブロックを削って、5個レール設置します。こんな感じでね、パワーレールでお願いいたします。この一番端っこのね、レール2つ削ってしまって山なりになったことを確認して、柱を元に戻しておきます。こちらの方にパワーを与えておかないと止まったっぱなしになってしまうので、こちらの方にどちらのサイドでも構いません、レバーを設置してオンにね、動力を与えてあげます。あとはですね、ゾンビさんトロッコに乗せた状態で、キープしておいてください。そしたらですね、まあ、階段状にブロックつなげるなりしてこの高さまで持ってきて、あとはもう直接ぶっ込んでください。こんな感じでね、まあ、レバーとかでパワーを与えてそのまま突っ込んであげれば、動き始めます。はい。さあ、ゾンビさんなんですけれども、今やってるようにね、昼間の状態だとね、屋根を設けてあげないとゾンビさん燃え尽きていなくなっちゃいます。まあ死んじゃいますね。なので私のおすすめは、かぼちゃがもうすでに手に入ってる場合、くり抜かれたかぼちゃを拾ってもらいましょう。全てのゾンビが拾うわけではないので、ちょっとまあ根気よく探していただく形になりますけれども、ゾンビそこら中にいますよね。で、ゾンビの足元にですね、かぼちゃ、くり抜かれたかぼちゃを落としてあげて、拾うやつをキープしてトロッコに乗せてキープしておきますというのがおすすめです。そうするとね、昼までも燃えなくなりますし、拾わせたゾンビと言えばいいのかな、拾わせたゾンビはディスポーンすることがなくなります。名札と同じ効果と思ってください。名札がないよという方も何か拾わせれば OK と。で、あとはですね、こんな感じで、入れてあげればもうそのまま乗ると思いますので、こちらの方の線路をぶっ壊して、任務は終了でございます。
さあ、村人とゾンビの搬入終わったら、次はですね、屋根を設置していきます。ガラスブロックの上にですね、かぶさるように、ブロックを設置して1段積み上げてください。村人の、頭の高さにもね、入れちゃって OK ですけれども、全部敷き終わる前にですね、ここの、村人の頭の高さですね、3マスここにガラスがはまってると思うんですけれども、1マスを除いた2マスを削ってあげてください。こんな感じでね。で、そうしたらですね、屋根をつけてあげて、この工程は終了。さあ、次にですね、ゴーレムの脇巣を作っていきます。ゾンビさんフラフラ動いている頭の部分をまず塞いじゃってください。そしたらですね、もう一段高くする感じで、こんな感じでかぶさるように全部敷いていきます。さあ、 7×7 のエリアできました。ゾンビさんがいる側は1マス伸ばす必要ないですけれども、あと全ての一辺をね、1マスずつ伸ばしてあげるとちょうど 7×7 の正方形になるはずです。そしたらいらない無駄なブロックはね、削っちゃって OK。 ここの、角と、四隅ですね、四隅のブロック削っちゃって、とりあえずガラスをですね3段積み上げます。さ、ガラスの壁設置終わりました。次はアイテムを回収する部分作っていきたいと思います。一回外出てもらってですね、下に降りてきて、こういう余計なところでゴーレム湧いてしまうので、さっきの柱とかね、削っちゃって結構です。で、真ん中の部分 7×7 ね、最初に立てていただいたところの真ん中部分にこんな風に1個置いてもらいます、チェストをね。ってことで、あとはですね、この中心部分に全部チェストを置いていってですね、一番上になるまで置いていきます。で、このガラスブロックの下のね、ブロックまで来たら、ここの3マス削っちゃってください。で、もう1個追加する。で、あとはですね、ジグザグになるようにチェストを配置していきます。さあ、できました。これはお好みに合わせて変えていただいて結構です。チェスト3つでいいやって言うんだったらね、ちょっと空中に浮いてますけど3つでも OK ですし、もっと必要だって言ったら下にまで伸ばしても OK。ってことで、今回一例として表示しておきます。あとはですね、このギャップを埋めるように、こんな風にね、交互になるようにホッパーを設置して、アイテムが下まで流れ着くようにしておいてください。OK。 で、そしたらですね、また上に戻ってきていただいて、このエリアのね、中央部分、このチェストにつながっているところまでですね、3マス削ります。で、あとはホッパーをチェストめがけてこんな風に設置します。で、そうすると、ゴーレムさん死んだ時にドロップしたアイテムが、ホッパーに吸い出されてチェストまで送られると思ってください。さあ、ここまで来たらもうちょっと、真ん中の、ホッパーの上にですね、今度はフェンスポストを2個出してあげてください。で、溶岩を置くんですけれども、溶岩の置くところにとりあえず仮のブロック1個置いておきます。で、そしたらですね、トラップドアを出していただいて、こんな風にブロックめがけて、設置します。で、この支えのブロックは削っちゃって OK です。溶岩流し込んでもいいんですけれども、今の状態だと燃えちゃいます。トラップドアにね、火がつきます、木製なので。それを防ぐためにですね、このトラップドアの上に、ハーフブロックを置いといてください。トラップドアの上でもゴーレム湧いちゃいます。鉄のトラップドアにすれば燃えないからいいやって言ってね、放置しておくと、ここの上に、ゴーレムさんが鎮座することになりますので、気をつけてください。で、ここまで行ったらですね、あとは溶岩入りのバケツを、設置してあげます。こんな風にしておくと明かりになりますけれども、気に入らない人は1段ね、下げても OK です。さあ、最後になります。四隅にですね、こんな風に水を設置して、中央部分にゴーレムさんが寄るようにしてあげてください。プレイヤーは2マスの高さしかないので、溶岩に当たらないですけども、背の高いゴーレムさんは見事に燃え尽きてくれます。さあ、トラップ完成しちゃいました。このまま放置でも OK ですし、形が気に食わないよっていう人はね、ハーフブロックか何かで、屋根を設けてあげてください。こんな感じでね、ブロックの節約のために、この形だけでも OK です。ただね、フルブロックの屋根をつけちゃうと、この上で湧いちゃうので、まあ、ガラスにするとか、ね、ゴーレムが湧かないブロックを利用してされてください。
さあ今はコマンドで時間のサイクルを停止しているためずっと昼間なんですよね。なので湧かないんですけども、村人さんが夜に、ベッドに入った途端にゴーレムが湧き始めます。ちょっと変えてみますね。あ、間違えた。タイムセット、ナイトにします。そうするとベッドに入りました。でしばらく待つと、ゴーレムさんが湧いてくれると思います。しばし待ちます。あ、湧きましたね。ってことであとは放置で OK です。さあ、トラップの建築自体はめちゃめちゃ楽ですよね。一番めんどくさいのはやっぱり村人の搬入とゾンビさんの搬入の、2つに尽きると思います。そこさえ乗り切れてしまえばですね、もう15分20分もかからず、建築終了となってしまいますので、皆さん呼吸よく頑張ってください。ということでですね、サバイバルの方で建築している様子が見たいという方はですね、今画面の右上に出てると思います。そちらの方をクリックして私のサバイバルで建築している様子、見てみてください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。失礼いたします。